やってくれたじゃねえか。いいぜ。こいつを見て、漏らしちまっても知らねえぞ。あっ、やっしん。こいつがうちの技術と最下の火力を結集させた最終兵器、その名も百鬼丸よ。これら最強を用いれば、アキも目鼻の先となる鬼のからくりを帰りの明日にしようと。そいつは甘い考えだって毛利の野郎に伝えてくれ。今回のみならず、改良の余地も天候つもりで、その急所をつければ、あんたはただのんじゃ。こう見えてからくり遊びには覚えがあるようにね。どう言えば押し黙るかも承知の上よ。やれ海賊よ、作りが甘いぞ。時さえあればこの手で組み直してやりたいほどよ。バカな、お前よりからくりに詳しいんだと。なんだよこの玉よ、海の男だよ。四国中の力、お前に預けるで百鬼丸。主のためには命もいらぬか、健全のな。他に吹く風なんざ関係ねえ。波は、嵐は、俺が起こしてやるのさ。なんだ、なんで毛利なんかに協力してやがる。元の住処では豊臣ではなせない。そう思えばこそ太閤は豪傑すぎる。到底全てを不吉とはできぬ。そこで毛利よ、民草全てを嘆かせるにはこの上ない。確かに毛利のようではどうなってまでもするんだよ。だったらなおさら、あんたを見過ごしちゃおけねえ。あんたにだって仲間ってやつがいただろうが。そいつが全てに背を向けて平気なのかよ。そうさな、我が裏切れば三成も不幸となる。徳川よりも深くてみせる。左近でも抑えきれず、この世で最も三成を不幸にできるのは我よ。それはとても微笑ましきことと、主もそう思わぬか。本気でそう考えているなら、あんたはもう救えねえ。なるほど、同胞が嫌うはずよ。我に慈悲などいらぬ。
我に救いもいらぬ。さて戻るか同胞よ。やる。急がねばかの賢人に抑えきられてしまうでな。言われるまでもない。我が秋の地を好きにはさせない。